っといつまでもよってこうよ君と渡して幸せになれ。ということで皆さんこんにちは、あわたですわ。今回はあわた様と結局北様です。ということで今回も立体的なコースを作りましたね。今年はこまちぃさんも見習いたいと言ってましたね。主さん、まあ今後も作っていくということでしょう。ということで出場車両はこちら。今回もこれから問題児呼ばわれとなりそうな300系がいる。それ以外にも少々の半球線系がいますわね。今回の少々はどうなるかが期待ですね。ということでコース紹介と出場車両が終わったので早速試合を見ていきますわ。ワクワクもんですね。それでは通常バトルロワイヤル1戦目ですわ。さて今回は少々の3級戦系が出場していますが、今回は挽回できるかが注目ですね。あっとここで E4 系が脱線してしまいましたよ。やっぱり勝ちの1ポイントはつまずきやすいですよね。しかもそう話してたら進展ラッシュが続いてない。1戦目から実況が追いつけなくなってきましたわね。しかもそう話してたら残り2両になりましたわね。相変わらず3級戦系も残っていますね。それよりも心配なのは E4 系と N700 系ですわね。そして新 E4 系が妨害になりそうな E4 系に近づく。あっさりと妨害されましたね。はい、なんと1戦目は少々の半球戦系の勝利なんだか。妨害は変わらないんじゃないかと思いますわね。そして倍速が終わりました。しっちゃー。ということで1戦目は改めまして少々の半球戦系の勝利です。最初から少々が勝つのはすごい。それでは通常バトルロワイヤル2戦目が始まりました。さて今回の立体コースなんだけどレールアタックをアレンジすることが多いよね。主さんは、あわた様、それを話していたら電車出場が完了したそうです。このコースで8両はちょっと進展するのに時間がかかりそうで不安しかありませんわ。と言ったらあっさり進展が起きましたね。いやなんだ今の戦法。京阪パトデン、自ら人吉前方をかまし、阪急急線系と N700 系を落とす。やっぱり遅い車両は人吉前方をかましそうですね。それなのに阪急線系は、なぜそんなに遅くなっているんですか？どうやらこの炭酸電池で使用したら、急にスピードが変わりそうなんですよね。いやいや待て待て、京阪パトデン何してんの？いや、犯人は京阪パトデンじゃない。先ほどの証拠映像を見てみたら、新 E4 系が E4 系を攻撃して、そのタイミングで乗客を倒したということですわ。これがあわた様の名推理なんですね。しかもそう話していたら、半球線形だけになってるんですけど。もう、この感じは嫌な予感がしそうなんですわね。あ、それってあなたの感想ですよね。キロ1モードで突っ込んでくるやつ、初めて見たんだが。ということで2戦目は、ドローという結果となりましたね。それでは通常バトルロワイヤル3戦目ですわ。ちなみになんだけどこの放射ポイントレールで衝突したら詰まるということになりそうですね。おっしゃる通りざいもんですわ。さてそんなことを話していたら電車出場が完了しました。その流れに沿って進展も起きる。まずは E4 系組の脱落から始まりましたわね。新 E4 系はまだレールに残ってるけど E4 系のギア値がうるさすぎますね。さて走ってる車両はまだ6両も残っていますわね。さて次の進展はなんですと、しれっと阪急急線系が逆走して N700 系と正面衝突。だけど現在は VS8 ですね。そして転倒して逆走タイムは終了。さて残り3両となりましたね。だけど京阪パトデンが300系に追いつかれたけど、これってもしかしてあの戦法？お疲れ様でした。さて残り2両となり倍速タイム入りましたね。もう倍速が終わりましたわね。またこのパターンか。それなのに攻撃してもストップ。3戦目もドローということになりましたわね。それでは通常バトルロワイヤル4戦目が始まりましたね。今回の試合ももうすぐで終盤が来たのに今の時点では2回ドローが出てるから、次の試合こそ勝利が出てほしいですわね。そう言ってたら展開が起き始めたそうですよ。まず最初の脱落は300系から始まり VSE も落とされ脱落。しかもそう言ってたら交差ポイントレールで詰まっていってるんですが、これは終わってしまいましたわ。
もう4戦目もドローが確定してしまったそうですね。もうこれ橋脚が引っかかってるのが原因と言いますわね。そして戦車困る。ということで4戦目もドローとなってしまいましたわね。ドローが多すぎる。次こそは勝者を出してほしいですね。それでは通常バトルロワイヤル、ラストの5戦目が始まりましたね。この試合もラストになったけど、今回の動画で3回もドローになったのはどういうことなんですの？明らかに詰まってしまうパターンの立体コースだそうですね。しかもそう言ってると一気に進展したそうですわ。まずは M700系と阪急組の脱落からスタートしましたわね。うず主が入場のタイミングが悪すぎて寝落ちが起きてしまったそうですね。少しの間進展が起きてすぐに進展停止。しばらくの間は倍速させていただきますわ。もう終了しましたわね。新幹線が次々と減る。ということで300系と E4 系が脱落。長めの降脚状態が続いたそうで16倍速。そう言ってたら倍速が終了しました。そして VSE が脱落。残るは2両となりましたわね。さてラストの試合はどっちが勝つのでしょうか。恐るべしの8の字ポイント。ちなみにラストの試合で E4 系組は8の字で自爆してましたね。ということでラストの試合は京阪パトデンの勝利ですわね。ここに来てラスト勝者が出ましたね。誠に遺憾です。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。何気に5試合を行って勝者はたったの2両で、そのうち3回はドローという悲惨な結果となりましたね。ということで動画をもうすぐで締めようと思いますが、一つお知らせがあります。最近合成音声である AI ボイスをなかなか使っていないのですが、バトレイルの実況としては今後使う予定となっています。まあ合成音声がないとダメなんだよね。なので今後からは使っていきたいと思っています。それでは今回はここまでにしたいと思っています。最後まで見てくださった視聴者の皆様、ここまでご視聴ありがとうございました。